ケントールチャンネルをご覧の皆さん、ケントールです。本日は隣に誰かわかりますか？僕の大先輩であり、まあ、スキー界、クロスカントリースキー界のレジェンドですね、石田雅子選手に、今日はゲスト出演してもらうということで、そしてまあなんと贅沢なことに、はい、運転してもらってます。すいません、あのインタビュアーがあの助手席でノーノーとしてるという、しょうがない、はい、ありがとうございます。まあ、雅子さん、今日雅子さんと一緒に練習させてもらって、でまあその今帰りなんですけど、その帰りにちょっとじゃ あのインタビューさせてもらおうってことで、僕今動画回させてもらってます。でまあ僕のインスタグラムで何個か雅子さんに、まあ、聞きたい雅子さんに質問がありますみたいな感じの、まあ、質問を募集させてもらったんで、まあ、その辺をね何個か交えながらこのインタビュー動画撮っていきたいと思います。じゃあ雅子さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあまず最初にまあスキーのマテリアルの話ですかね、うん、まあなんかそんな感じのが結構来てたんで、うん、雅子さんが今使ってるのはポールが KV、うん、で、靴サロモン、うん、でスキーもサロモン、うん、ですね、うん、まあなんで KV にしたのかっていうところか、じゃあポールなんで KV に、なんで KV のいいところとか、KV のいいところは、多分ストラップが、はい、このカチャってつけるストラップ、あ多分 KV が元祖だと思う、あれ。そうですね、多分その KV の一番偉い人が、はいはい、俺らが、はい、最初に始めて、はい、みんなやり始めたんだって。あでも多分そうですよね、多分スンビが使ってた頃に、うん、だ本当もう7年前とかぐらいですか、結構前ですよね、あれ始まったの。もっと前ですか、もっと全然すっごい最初から、あのスキーアスロンがまだワールドカップでやってた頃に、なんかめちゃくちゃ買いやすいみたいな感じで話題になってたって覚えが僕はあるんで、多分 KV 作ったぐらいの時からだと思う、あれ。あそんな早かったんですね、すっごい昔から、で今はもう下のチップあるっすよね、変えれる、下のチップも変えれる、下のチップもなんか、はい、他のメーカーみたいにスクリューで、はい、変えられる、はい、けど私は実はそれ使ってなくて、はい、なんか、あそうなんですか、うん、スクリューになったらさ、はい、少しここネジのとこがさ、はい、大きくなってちょっと重くなるんだよね、どうしてもね、あ、はいはいはい、変えるのが楽なんだけど、なるほどなるほど、なんかこの振りのバランスっていうかがなんとなく違う気がして、はい、だからいつもの昔ながらのノリで、はいはい、ヒートガンで温めて、ですか、でそう、その方がなんとなく私はいいんだよね、はい、まあでもそういう細かなところもあるんですね、なんかそういう感覚的なものというか、あとはやっぱりさ、あのネジさ、はい、多分どのメーカーもそうだと思うけど、はい、そのなんかきつくなっちゃったりするじゃん。ああまあまあ大変じゃない？確かに、まあ、あきつい、ね、基本ペンチで締めて、うん、むしろペンチで開けるぐらいなんで、急ぎで開けようとしたら結構なあれですね。そしたらさ、手間的にさ、まあ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 、確かにヒートガンの方が、はい、道具が大きくてちょっと面倒くさいっていうのあるけど、はい、なんかそんなに力入れないで、まあ、確かに取れるから、そうですね。そうね、なるほど。まあじゃあ KV のまあいいところっていうのは、まあそのストラップ、うん、ストラップはねいいと思う、はい、なるほど、うん、ストラップで長持ちするとか、そしてあそうなんですか、そういう気がする、まあ、確かにあの僕スイックス使ってるんですけど、うん、まあ、あのこの親指と人差し指の間、うん、ちょうど挟んでるじゃないですか、あそこが僕よく切れるんですよ、うんうんうん、でなんかパカパカになっても使えなくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、確かにね KV はそういうのないんですか、あるにはあるんだけど、うん、まあ、結構頻繁ではないって感じですか、分かんない、多分そうだと思う、まあでもそのなんかストラップ変えれるっていうのはやっぱ僕も聞くぐらいいいって、うん、いいって聞きますよね、やっぱ KV、うん、あの海外の選手よく使ってるんで、日本だとどうですか、まだなかなか使ってる人いないですか、結構いますか、いないけど、うん、やっぱりね変える変えないってことですか、とりあえずね、地元的には使
使って、私が使ってると、はい、あ、じゃあ KV 俺も買おうかなみたいな。まあまあそうなりますよね。そう、はい、そういう感じにはちょっとね、やっぱなるかな、はい、まあそうですよね。もちろん、まあなんなら今日本の女子のトップなんでが使ってたらやっぱり使いたいってなりますよ、まあ、身近な人がね、はい、使ってるとね。そうですよね。あ、じゃあみたいな、ね、はい、なるよね。それは確かにね。なるほど。まあじゃあポールはストラップがすごいいい、うん、ね、いいっていうか、いい、まあ売りというか、はい、まあ、雅子さんが考えるいいところ、うんうん、で、まああと質問でサロモン、うん、まあスキー、うん、なんでサロモンなんですかっていう質問もあったんで、うん、その辺のなんでサロモン、はい、サロモンを勧められたから単純にですか。そう、まだそのサロモンが昔スキーがなくて、うん、作り始めた時でそんなに使ってる選手がいなくて、はい、でも靴はもう昔からサロモン使ってたから。あ、そうですよね。それでその時にスキーもサロモンにしないかっていうお誘いを受けたのでサロモンになりました、はい、なるほど。だからやっぱりずっと昔からそのサロモンの初期の頃ってやっぱりあんまりスキーがよろしくなかったのね、はい、ああ、そうなんですね。やっぱ一応そこはそういうのがあったんですね。あった。だからその選手、他の国の選手とかと喋って何使ってんのって聞かれて、はい、サロモンって言ったら、はい、みたいな。ああ、そんな反応されるぐらいだったんですか。そんな感じだった最初。でもさ、やっぱりそれでこういう風にしてほしい、こういう風なのがいいとか言ってて、はい、やっぱりいろんなフィードバックを返して、はい、どん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 いいスキーになってて、はい、今本当にすごいちょっといいシェアを、そうですよね、ね、スキー界の中でも占めれるようになったし、はい、特にやっぱりスケーティングの方が安定してすごくいいから、はい、やっぱバイアスロンの方とか、あ、なるほど、そっちの方でそう、みんな強い人とか使ってくれてるから、なるほど、うん、よかったなってすごい、まあ、確かに今はもうかなりシェア増えましたもんね。もう世界のトップ選手、あ、サロモンなんかあってさ、はい、そんなみたいな、あ、その反応もなくなったって感じなんですね。うん、それはもうないじゃん、はい、で最近クラシカルもだいぶ良くなって全然何の遜色もないと。昔はなんかすごい止まんなかったりとかいろいろあったけど、まあ、そういうのもずっとフィードバックして、はい、どん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 良くなって、はい、あとはもうその雪の質、はい、によってこの日はこのブランドが滑るとかさ、はいはい、あんじゃん。まあありますね。大幅にもうやっぱりサロモンがみたいな、はい、そういうような差は全然なくなってるんじゃないかなと。まあもうどのメーカーとも渡り合えるぐらいの今レベルにあるってことですもんね。そうだよね。まあ実際もう本当にトップ選手、まあ、雅子さんも含め、うん、男子も女子もかなり使ってますもんね、もうサロモン使ってるし、しかもサロモンのすごいところはそのエスラードシリーズっていうのがあって、あ、はい、それ実は私がもらってるのも、はい、もし最初から注文しててエスラードの方を欲しいって言えば、はい、ちょっと値段が私はよく分かんないんだけど、はい、日本でもし買うとしたら、あ、まあまあはい、そしたらでもワールドカップでうちらが使ってるスキーと全く同じクオリティのものが手に入る、はい、あ、そうなんですか。そう、これでも知らないんじゃないですかね。知らない。サロモンのサービスマンに、はい、今年っていうか、はい、先シーズンの世界選手権の時にそういう話して、はい、そういう風に言ってた。あ、そうなんですね。うん、だよね。それはすごいですね。だってでしょ、まあ、なかなか、まあ、スキー選手やってれば分かりますけど、うん、そのいいスキーを、まあ、もらうというか、うん、手に入れるっていうのは、まあ、なかなかメーカーによって難しくてしますよ ね。そうだよね。じゃあそこすごいですね。それ僕も初めて聞いたんで今。でしょ、だからね、はい、全く同じもんもらえるらしいね。じゃあサロモン、まあ、これからスキー変えたい人とかなんて言ったら、まあ、全然サロモン検討入りますね。そうなんだよね、はい、でもさ、どのブランドもそうだと思うけどさ、はい、そのスキーが滑るとか滑らないとかさ、はい、絶対あるじゃん。そうですね。だからさ、そこはさ、もう本当どうしようもないよね。まあそうですね、まあ、同じようにね作ってんのに、うん、なぜか差がね、どのブランドもそうだと思うけどね。そうですね、まあ、それすごいですよね。だから本当にね、すごいよね。そのどうして差が出るんだろうみたいな確かにまあそれだけでもまあ研究してるってことですよね、各社が。でもさ、うん、同じように作ってさ、うん、同じ、これもう
ここの次の番号のシリアルナンバーも同じとこで作ってるのにこっち滑ったのにこっち滑んないとかさ、ああなるほど、あるじゃん、はい、確かにそれは不思議だよね。そうですね、まあ本当に違う 木だからとかそういうところなんですかね。なんなんだろう、その隣だよ。まあそっか、まあほぼ同じですもんね。そうだからディギンスとかがこれ滑ったって言って、はい、その隣のやつだからとか言ってくれたりとかする人もあるから、はい、まあ、でもそういうのでもちろんすごい、あ、よかったよっていう時もあるし、はい、微妙な時もあるんですね。そうなんだよね、それは確か面白い。世界選手権の時にちょっとね、あったかい用の雪のスケーティングがちょっとこれでみたいな時に、はい、1本サロモの方に行って、はい、もらってきてテストしたら、はい、意外と、はい、これがいいと思ってせっかくくれてんのに、はい、それよりも持ってる方が滑ってみたいな、なんでみたいな。なるほど、そのあったかい用のやつだっていっぱいもらってんのに、はい、黒いベースの方が滑ってたし、スキーが、うーん、え、なんでなんでってなって、はい、結構やっぱり不思議なことが多いんで。なるほどなるほど、やってみないと分かんないみたいな。まあそれがでもまあ面白いとこっちゃ面白いとこかもしれないですね。やっぱね、奥がね、はい、そういうとこね、マニアックっていうか深いっていうかね、そのままに行かないみたいなね。じゃあまあスキーサロモンのいいところ、そう、ね、まあ、まあ、とりあえずね、スケーティングは結構当たり外れになってて、ああそうなんですか、しっかり、はい、スケーティングが特徴的。でもクラシカルも最近すごい良くなってきたから、うん、だいぶもう当たり外れはないと思う。あんまり資格はなしって感じ。なるほど。あとはもうほんとね、その雪によって、はい、この日がフィッシャー滑るとかロシニョールが滑るとかっていうのが絶対あると思うから、うん、 そうですね、そこはもうちょっとなんとも言えない、うん、まあ、それはもうどれも同じですよ。そうそう、だからってもうほんと全然滑んないとかそういうことはないから、うん、まあもう戦えるスキーでありますよっていうことですよね。